サプライズで福岡行って実家帰って母の日をお祝いしてみたいと思います。家の前に着きました。砂です。あ、何で来たの？何で来たびっくりした。雨やばいからとりあえず入ってきたよ。はい、ありがとうございます。はるはる家の台所ではオンライン学校を運営しております。料理教室、個別相談、パーソナルコースの3つのコースがあります。詳しくは概要欄までお願いいたします。書籍の方も販売しております。お疲れ様です。お疲れ様です。ですね、今5月の11日の土曜日3時です。ですね、明日は母の日じゃないですか。で、今僕札幌にいるんですけど、ちょっと急遽サプライズで、まだおかんに言ってないんですけど、サプライズで福岡行って実家帰って母の日をお祝いしてみたいと思います。またコメントで素晴らしい息子って来ちゃう。で、今もう5時で、さっき緊急で17時の飛行機取ったんで、ちょっと行って、今日はもう夜遅いんで、向こう着いたら今日ホテルでどっか一泊して、で、明日ちょっとサプライズで実家に帰って驚かせてみたいと思います。ガチで5月11日の15時。じゃあ行きます。いってらっしゃいませ。で、また。はい、福岡着きました。空港ですね。これからホテル戻って、明日サプライズでおかんに会いに行こうと思います。おはようございます。今ホテル出て、なんだっけ、雨がやばいんでタクシー乗って実家まで移動します。多分驚いてくれると思うんで、反応を楽しみにしていきたいと思います。雨がやばすぎるんですけど、僕母の日来たのに何も買ってないと思って、なんか買いに行こうと思ったんですけど、全然わかんないから福岡のこと、もうその辺のスーパー寄って食材買って、逆に母の日だけど何か作ってっていう撮影してみようと思います。それもそれでいいかなと思って、か俺わざわざ福岡来たらおかんの飯食いたいし、母の日のプレゼントと見せかけて食材買って、おかんに飯作ってもらおうと思います。食いたいしね。ちょっと行ってきます。はい、買い物行ってきました。今日はですね、せっかく来た、まあこんな感じで、ラインナップはこんな感じです。なんかまあいいや、めんどくせえ。ネギが入ってます。ですね、僕は何回も動画で言ってるんですけど、おかんの飯で一番好きなのって麻婆豆腐なんですよ。だからせっかく来たんで麻婆豆腐作ってもらおうと思います。それじゃあ家まで行ってきます。はい、家の前に着きました。ちょっとピンポン押してみますか。ピンポン押してみようと思います。砂です。あ、何で来たの？何で来た？ちょっと立った、はい、びっくりした。雨やばいからとりあえず入って。いつはーい、信じらんない、こういう人。いや、はい、おかえり。札幌から福岡まで来ました。急に急に母の日なんで来ました。そう、はい、どうぞ。あ、そうなの。とりあえず入って。はい、どうも。雨やばいから。はい、どうも。はい、どうも。はい、はい、ちょっとぐちゃやな。本当に言ってなかったからぐちゃぐちゃでしょ。ぐちゃぐちゃやで、テーブルの上とか。今ちょっと仕事しようと思ってたぐらいなんだけど。うわ、びっくりした。今日帰ります、この後。あ、本当に。
はい。これから帰るの？うん。昨日ね、来てたんですよ、夜。そうなの？でも昨日もう遅くて、サプライズで行ったらもう10時とかになっちゃうから、うん、ホテル泊まって、うん、あの、はい。サプライズで？母の日。母の日サプライズです。どうですか？びっくりです。え？泣く？泣きはしないわ。で、これで、ね、これで麻婆豆腐作ってる。これで麻婆豆腐作ってる。買ってきたってかい。うん。よかった。ちょっと待って、その前に。カメラマンもいないからさ。春巻きの食べかさあるけど。あ、それ俺今撮る。だから太るんだって。見てた、ほら、まあ、母の日でサプライズで来てもこんなこと言われるんですよ、俺。こんなの食べるからダメさいな。え、どうですか？嬉しいです。はい。昨日オープニング撮って吉沢とね、うん、それが3時ぐらいに撮ったのかな、うん、で5時の飛行機乗ってきて、うん、まあ、8時ぐらいに福岡着くじゃん、うん、で、来たので、ホテル泊まって、そうそうそう、それで、5時ぐらいの飛行機で帰るんで、今どうやって帰ってきたの、ここまで、え、タクシー、いつも迎えに来てっていうのにタクシーで、これなんで、あの雨降って、いや本当は電車とかで来ると思ったけど雨がすごいからさ、もう分かんないから、うんうんうん、雨すごいね今日ね、雨やばい、びっくりした、ピンポンって言うから、なんか町内会費の回収あれに来てるかと思った、町内会費かなと思って、いやあのね今何時、今1時過ぎ1時過ぎ、はい、ちょっと携帯取って、携帯ちょっと待って、携帯今ほら、本当に疲れた、ほら本当に5月12日です、1時先、昨日もこうやってやってっから、ね、だから5時の便だから、うん、3時にあと2時間で帰らないといけない、わかりました、はい、麻婆豆腐作ってくださいよろしくお願いしますせっかくね、うん、4時間のために来たんで、僕の一番好きな麻婆豆腐作ってください、普通さ、はい、あなたが作って私にするじゃないの、いやそれも考えたんだけど、うん、なんか俺、まあ、でもいいよ、頑張りすぎだなと思って、それ頑張りすぎて、でも来てくれたことがびっくりだから、はい、ずっとびっくりした、なんだろう、びっくりさせんねや、本当に、じゃあこのネギをね、買ってきてくれたから、これとひき肉、はい、ひき肉買ってきてくれたね、僕は豆腐、はい、買ってきてくれたね、じゃあこれで麻婆豆腐作るから、あんたこれ食べて買いなさい、いつもより急いで作って、時間ないから、マジでマジで飛行機の時間あるから、そうだね、なんか急いで作るわ、うん、ちょっと待ってて、んネギ細めだから、ちょっと1本使う、たっぷり使おう、はい、あ、持って帰るからいっぱい作って、うん、買ってきた材料全部作って、母の日って面白いね、いやでも母の日なんて全然頭になかったわ、疲れたって、俺さん、マジで休みですか、仕事は、はい、今日は仕事休みですか、休みです、休みの時に来てくれたんですね、はい、ありがとうございます、サプライズ母の日、サプライズ母の日、これでも面白いね、うん、もうしない、もうしない、だって俺10日前に来たばっかりだよそうだよね、ちょっと前に来たの、うん、だからびっくりした、2週間も経ってないです、あんたおっさんっぽいからさ、ほ、うんと近所のおじさんかと思って、なんか町内会費の回収に来たんだと思ってびっくりした、びっくりした、麻婆豆腐のためだけにしましたやっぱりニンニクも全部みじん切りにしていくよ、よいしょ、麻婆豆腐が食べたいがために自分で作ればいいのにね、母の日企画じゃなくて麻婆豆腐をために実家帰ってみたっていう企画でもよかった、やだそれでもね、それぐらい好きなんですよ、麻婆豆腐、ほんと麻婆豆腐ね、はい、この間もね、そんな話してたもんね、してた、うん、そうだね、これ作ったらさ、風呂を沸かして、うん、自分でそれくらいやってもらっていいの、もう3時間くらいゆっくりさせてくださいよ、はい、できました、もうこれでもう火つけてたし、はい、お願いします、ごま油、フライパンでね、はい、それ何切ったの、え、さすがに覚えるわ俺も、生姜とニンニクとネギ、うん、生姜とニンニクとネギをやって、はい、ここにちょっと辛いのがいいもん、あなたはどうすればいい、そうだ、ちょっと辛め、じゃあ豆板醤少し多めにして、ネギとネギ半分とちょっと炒めてみる、ネギと、はい、いいか、思い出さいよ、なんかウキウキだね今日、どうしたの
ケーキだから。も。母の日で来てくれたから。ちょっとウキウキになった。何もなくしてくるっていいね。え？何もこうなくしてくるっていいね。うん、3時間後帰るから早く。ごま油で、はい、覚えた？豆板醤入れて、はい、ニンニクと生姜のみじん切りと、はい、ネギをね。はい、ネギを炒めていきます。はい、ね、それから、うん、どうかな、炒めたらひき肉、はい、これ俺持って帰るからあるっしょ。ないよ。え、私も食べて。いや無理だ。ひき肉も入れるよ。はい、はい、ひき肉も入れて炒めていきます。これだけ、ほんと簡単、超簡単でね。もう私はこの時に水を入れて、もう合わせていくから、調味料。水どんぐらい？水これね、300cc。うん、300cc に。麻婆豆腐はね、ほんとうまいんですよ。俺、店の麻婆豆腐食べれないからね。砂糖。砂糖、水に砂糖入れるんですか？もう、ここで調味料合わせちゃうんだけどさ。鶏ごまだと思う。あれ？鶏ごまどこ行った？ちょっと探すわ。鶏ガラ、うん、鶏ガラスープの素。味の素入れないけどいい？いいよ。で、ここにお酒、お酒入れていきます。お酒使って、はい、お酒入れるよ。お酒になった、お酒がない。こっち一回、醤油、醤油が大さじ 2.5、 大さじ 2.5。ここにね、全部ね、合わせちゃうんですね。そして、ちょっと待って、鶏皮どこ行くの？私、ちょっと出したつもりだ。そうなんか。はいはい。鶏皮を入れてきます。はい。鶏皮入れました。はい。はい、で、これ混ぜてきます。それでまさか炒めるだけ？うん、炒める。え？炒めるだけ？で、この間に片栗粉を入れて、ちょっとね、水で溶きます。はい、で、混ぜとこれを溶くと、そしてでもこれ炒めたら、ここにちょっとお酒入れるよ。はい、お酒を大さじ1ぐらい。はい、うん、大さじ1ぐらい入れたら、あとは甜麺醤、甜麺醤どうしようかな。簡単。よし、お酒入れて、少しね、お酒入れるから臭み消すのね、ひき肉のね、はい、で、消すために。そしたら、ここで甜麺醤を入れるかな。あ、ギリギリいけそう。え、ギリギリいけそう。はじめ、よし、ちょっと多め、大さじ 1.5 ぐらい。甜麺醤と豆板醤が入る。うん、豆板醤じゃない、お酒と。豆板醤一番最初に入れたよ。じゃあ、そのなんとか醤ってよくわかんないやつが2個も入る。甜麺醤と豆板醤ね。豆板醤は先に炒めると辛みが増すの。はい、で、先に炒めてから甜麺醤これ途中入れて、要は中国の味噌みたいな感じね。はいはい、これをひき肉に味付けていくと、しっかりとね。そしてここでさっき合わせた塩味と、これを入れるのよ。よいしょ、ここで入れて、よし、もうこれで、もうこれでってずっと言ってるけど、まだできないでしょ。できるわ。豆腐は最後なんだ。豆腐最後ね、こうやって入れて、ちょっと今日は買ってきてくれたこの豆腐、はい、うん、入れて、よし、よし、2つあるから、これをね、何を使ってきたんだ。分からん。絹だ。絹だ。絹だ。絹でよかったの。まあ絹でもいい。木綿でもどっちでも大丈夫。よし。これをちょっと大きめに、どうせ崩れるからね。ちょっと大きめに崩す。楽しみに入れるんです。ちょっともうちょっと、どうせね、崩れるからちょっと大きめに入れた方が逆にいいわ。なるほど。そう。で、ここでこうやって、そしてね、ちょっと塩、ちょっと温めていく感じ？うん。で、少しね、煮るの。麻婆豆腐をね。
はい、染みさせていくというかね。そう、豆腐ね、お好みで、お、あの、なんだっけ、多めでも全然いいよ。はい、ちょっと塩コショウでね、ちょっとだけ、ちょっとだけ塩とコショウで、コショウ少し多めがいいね。コショウが少し多め。なるほど。うん。で、これでちょっといい。味見するか。味見してみよう。うん。美味しい。いいですね。ちょっとじゃあ、開けよう、これ。味見。あ、はい。どうよ。うん、美味しい。いつものラーメンのスープみたいな。もうこれさ、グツグツ沸騰させるよ。はい、少し待ち。で、片栗粉通す。なんか味噌が入ってる感じするよね、いつも俺思うんだけど。だって味噌入ってる、甜麺醤入ってる。それ味噌なんだ。うん、味噌、中華大豆味噌と普通の麻婆豆腐にも入ってるんですよ。入ってる。いや、それが多いんだ、うちは。うちはこれが入れてる、味噌が入れないで、これ。うん、早く食べて。今これ沸騰させてるから、間違って。米チンしたの？チンした。え？冷凍ご飯でね。冷凍ご飯で。冷凍ご飯でさっきこう、ちょっと解凍しといたから。どうせいっぱい食べるでしょ？うん、すぐ食べたい。ちょっと、今はじゃあ。もうそれもやっといて。そうね、分かった。はい、時間ないから。おいしい。でこれね、少しこうやって混ぜるからさ、はい、だからあんまり豆腐ちっちゃく切んない方がいいんです。はい、俺でも分かる、それ。して、水切りしないの。だから、タレ少しね、あの、豆腐から水分出てくるから、それも計算して、ちょっと、あー、なるほどね、そう、豆腐の水を切らないと。そうそう、で少し濃くても、こういう風に少し煮ていくことで、はいはい、あの、豆腐から水分出て、ちょうどよくなる。なるほどですね。うん、あとね、山椒とかそういうのはもうお好みでいいや、うん、入れたい人は入れればもっとピリピリって辛くなったりとかするから、はい、もうこれでいいです。はい、はい、でもここでさっきの水溶き片栗粉よいしょ、しっかり溶いてね、しっかり沸騰させてから、はい、それでこういうふうによいしょ、少しずつ混ぜていく。なんか俺が持って帰る量ありそうですね。そう？食べる？食べる。よし、この片栗粉とろみはもうお好みでしっかりめに溶いてもいいし、もう大体私は大さじ1と水大さじ1ぐらいの分量で作ることが多いな。なるほど。私はね、はい、ほら、もうこれで盛り付けして完成。はい、じゃあテーブルで待ってます。ちょっと待って、ネギこれ入れるからね、最後入れます、ネギ。こういう感じで、はい、こういう感じで入れます、最後ね。はい、ここがテーブルで待ってますね、はい、よろしくお願いします。はい、できたよ。はい、ありがとうございます。はい、ご飯もこれはうまそうです。できました。これはちょっと、じゃあ僕、はい、いただきます。どうぞ召し上がれ。久しぶりだな。いただきます。跳ねないようにね、白い服着てるから。はい、これしかないんで帰るからね。うん、あ、じゃ、うん、熱い、出来たてだもん、熱いさ、ちゃんと味わってくれる。ゆっくり食べて、うん、いつもより水っぽい。水片栗粉がちょっと足りなかったね。だいたい大さじ1ぐらいでやるんだけどな。うまい、味はうまい、味はうまいね。どうよ、美味しい、いい感じでございますか。うん、母もそれ食べるわ、したら。久しぶりだな、なかなか今作んなくなっちゃったから、がっつり食べたい君たちがいないと喋れない、熱くて汗かいてる。それは熱い汗、それともデブ汗、どっち。めっちゃムシムシしてるのさ、まず。あ、雨降ってっからね。俺短パンで来たけど、札幌短パンなんて誰もいないよ。そうなの？そうなの？うん、美味しい、美味しい、よかった。これが母の味ですね。逆サプライズだね。
俺サプライズされたことないで。いつも俺だけどなんか買ったりして。そうだね。ケン結構サプライズしてくれるよね。うん、サプライズ好きだよねケンって。いや、そういえば結構そういうところあるよね。たまにね、思いついたらやりたくなる。思いついたらね、そうなのさ。意外とこの人はこんな感じだけど、サプライズ好きだったりとかするんだよね。うん、急にサプライズしてくれたことあるもんね。ありがとうございます。あ、これはなかなかいいサプライズの母の日だわ。はい、僕はじゃあお風呂入って帰ります。ありがとうございました。